今足の裏痛いですか？ちょっと痛いですね、こっちだけ。どっちだけ？左。左だけ？はい。ちょっとだけ歩いて、痛みだけ確認して。ちょっと痛いから見ないだけかもしれない。あ、はい、そうです。で、今痛いね。痛いです。痛いでしょ、はい、左。はい。はい、OK。その痛みを覚えとってね、はい、すぐ消えるから。この指ね、はい、で、この床を蹴ってくれます、少し。蹴ってある。蹴るんですよ。蹴って。あなた、こう、こう。後ろで蹴る。ああ、後ろで蹴る。後ろで蹴る。あ、あ、いや、普通に、ごく普通に歩いて。普通に歩いて。見とってよ。蹴って。蹴って。そう。これ分からないんですけどね、中島。我慢。まあ今、蹴ってください。そう。痛い。左が痛い。痛いけどね、今、もうちょっと。蹴って。はい。蹴ってください。そう。はい。もうちょっとだけ蹴ってください。リズム。トン。そう。蹴って。はい。歩きもできてください。その痛みにはどうですか？まだ痛いけど、痛み変わってます？あのね、増えたでしょ、はい、そう、それ聞いてた、はい、もうちょっと歩いてください。蹴って、そう蹴って、どうですか？まだ痛いですね。痛いけど、痛みの量、減ってるけども、減ってからが同じような感じです。今、そっから変わらない、はい、次やる方法がある。はい。あのね、指の力が弱いな。そうです。どっちか、ペチャンペチャンペチャンとこうペタペタっと歩き始める。ああ、こういう感じ？そう。そういう感じで歩いてますね。ペチャンと歩き始める。はい。こうペチャンするような感じで歩き始める。だからそれがあるから。私そういうふうに歩いてると思ってますわ。そう、ペチャペチャっと。うん、そうでしょ。こういう感じですね、大体。そう。今まで。ほとんど力が入ってない。だから、その癖が抜けきれない。だから指で蹴ってくださいって言うともほとんど蹴れてない、あんまり妹蹴れてない。もうちょっとあの、ね、後ろ足でスナックかけるって分かるでしょ、はいはい、指のこうスナック、はい、そうやって蹴って、はい、蹴っていって、そう、今よくなった、蹴ってください、そこで、そう、うん、そう、今よくなってきた、蹴って、そう、はい、そうです。蹴ってください。そう。はい、歩きもできてください。はい、痛みどうですか、今。あのね、まだね、ちょっと減ってから。まだ減ってきた。いや、あんまり減ってない。そこから減ってない。そこから減ってない。ええ。そう、ガクッとなってからが、うん。もう、やってみたいね。左は痛いです。うん、でも今まで力抜いてるよ。蹴ってました。蹴れてきた。蹴れてきた。痛みちょっと変わってきたね。必死になってるからね。分からへんかった。分からへん。マシになってきてるんでしょうね、きっと。うん、ちょっと多分からへんなってきてるけど、マシになってきてると思う。そうですね。うん、そうです。だって、ものすごく詐欺師なんだよ、やっぱりみんな。こんなことで見た目なんか減るはずないと思う意識あるから、どうも納得できへんねんな、分かりにくい。でも分かんない。どうですか？蹴れてなかったね。今蹴れてるでしょ。痛かったんですよ、最初はもう、うん、蹴ったら痛かったから、そうなるべく力、これちょっと力が入るようになってきたんです。なってきたでしょ。蹴れるようになってきた、はい、だから蹴れるようになってきた。痛み変わってきたでしょ。そうですね、ちょっとほら、マシになってきたような気がします。そう、気がします、みんな気がします。聞いただけでいいんです。そうなんです。今蹴ってるの、さっきは蹴ってなかったの。そうですね、うん、今の正直だからちゃんと言ってくれはったけど、そう、今蹴れてます。足の裏ちゃんとほら、後ろの人に見えるような感じで、足の裏上がってるだから蹴って、やっと蹴ってね。ターンの時にも何にも考えないとターンできるということは、体重が前に上がってる、ほら、ちょっと上がってる、そうなんですか、そうなんです。